にちは、上杉修平です。今日はですね、ちょっと急遽キャンディタウンの何人かで集まって打ち合わせをすることになったんで、カメラを回してみようかなと。ちょっとどんな感じ、こうやって自分で携帯でやるのも初めてなんで、どんな感じになるかわかんないんですけど、やってみます。上杉修平のサードプレイス。ということで向かってるわけなんですが、何人集まんのかいつも分かんないのが、まあ、いつも通りって感じですね。ただ多分アルバムのリリースがあって、日にちがもう決まってて、そこに合わせてミュージックビデオ出したりするのの、どういう風にやっていくかっていう打ち合わせだと思いますが、まあとりあえず昼飯食おうみたいな感じでもある気もします。はい、ということで言われた場所に着いたんですけど、誰がいるんですか？あ、ジョニーがいる。あ、ゴッツもいる。さすがです。暑いっすよ。暑いよ。暑い。ちょっと中の方がいいかな。みんな今これがみんな、これがみんなだ。周平ちゃん、激辛シーフードカレー。本当辛い。激辛シーフードカレー辛いな今から。ひよくんはあと10分で作って。あ、本当？ドコモコスペシャルしちゃおっかな。どうしよう。あ、ひよくん来ねえじゃねえかよ。ひよくんの10分は20分か30分だね。てか誰か刑事電話して、刑事じゃんこれやろうって言ったの。ひよくんだけどね、11時って言ったの。そうだよ、ひよくんだよ、11時。あと10分もしかして高速乗ったタイミングどう？ありえるわ。やべえ。それありえる。あいつ FIFA やりすぎなんだよ。確かに電話だけど。でもなんかゴルフは起きんだよな、あいつ4時半出発とかでも。あ、ちょっと。なんか一回頼んで、タバコ吸いに行かないかっていう。俺もよくの分かってるから。そこもかな。絶対そうだって言ってたわ。ランチセットもあるよ。紅茶ってアイスあります？はい。ガムチョッピをつけますか？たまに。先にさせていただきます。なんでさ、PV と、なんかそのスケジュール感が出てきて、全体の。で、その MV があとじゃ2本、その前にシングルカットだったり、なんか意外とほんと時間ないから。何を撮るか分かる？そう、どういう風に撮るかを、ある程度アイディア出しして、多分、まあでも言ってもイオくんのあれにあるから、割と俺らである程度出して、イオくんがまあ、ノーはノーで、いう中で、バッて、なんか形が見えてきたら一番いいねっていう話。内容は話してないから。全然決め。各々持って帰りましょうって言ったところ。あの人とくれたいかな。だから、ポリッパ結構ほんと長い感じで。駐車場でやってる人やな。あれが一番正しいと思う。そういう時ってこっちからある程度さ、イオくんとか言う？普通にこういう感じで撮りたいの？一回、一曲なんかさ、そこのすれ違いが生まれるんだよ。生まれるね。こっちはこう撮ってほしいけど、向こうはこうしたい。これがイメージのさ、イメージのもの、頭の中の問題だからさ、結構ずれるから、その人に一回言ってもらう、こういう感じにアイディア出してもらって、で、それに対してさ、なんかする。うん。これはこうし、こっちがいいね。あの方がなんかやりやすいし、向こうも多分、向こうが結局それを取って仕上げるわけだから、そっちのなんか理念で、一歩はこういう感じっていうのを伝えて、それで向こうに膨らませてもらって、絵コンテ出してもらって、最後なんか、あれする方が一番なんか、スムーズですか。アイアムは多分、アルバムの発売の11月30の2日後、12月2とかでもいいかなっていう、後出し、ちょい後出しぐらい。でもそうすると11月3日、あと1ヶ月。まあだから15ぐらいから撮んないと。そう。お疲れ様でした。うわぁ、暑すぎじゃないこれは。遅刻時間は、1時間10分です。駐車場混んでた。そう。1時間10分も混んでた。メニューもらう？いや、いいっしょ。移動するっしょ。
涼しいとこ行こう。涼しいとこ行こう。最近思ったのが、いっぱい津波が来るんだ。5メーター級ぐらい。まんまにいた人だけが生き残って。逆に。でも、そんくらいのさ、地震が起きたっていうことは、もうタワマンは終わってるっていうか、いや、でも津波だけが起きるっていう。もう遠くから津波だけが飛んでくる。地震はない。レイヤー2つもの状態だ。っていうのを昨日寝る前思って、寝れなくなった。時間ぐらい伸びた。寝れなくなっちゃったんだ。いや軽く MV どうするって話して、なんだっけ、堀田さん。わかりやすく。わかりやすい。見やすいしね。その人を抑えられるのか一応聞いてみてもらって。まずね、そうだね、確認しないとだ。さて、何の話もまだまとまってませんが、とりあえずタバコ吸うということです。実際何でしょう ?20 分かかった。結構早いね。六本木は遠いなぁって言いながら行くって言いたくない。どうしよっかね。MV ね。堀田さんがそういうのだったら一番いい気がする。そうだよね。え、聞いてみてもらおうか、堀田さんのその、うん、会社とかマネージャーさんとか。洋服と場所じゃない。俺らが考えられる方法を上げれる。投げるにしてもなんか、なんとなくこんな感じを投げて、向こうからこう、じゃあこれで組みましたってもらえたらね。で、やることとしては、藤沼さんに金の周りのこと確認してもらった上で、堀田さんに当たってもらう。堀田さんダメだった時にどうするかだよね。剣荒木。剣荒木。で、それがダメだったら、まあそう。その時はまあもう一回考えよう。一旦、外での話し合いは終わり、ちょっと MV、どういう方向にしていこうかっていうのを、なんとなく話しまして、一旦うちにみんな来るみたいなんですけど、これからイオくんとケイジはラジオがあるみたいで、俺とゴッツとドニーも連れてかれそうになってるんで、なんとか阻止したい。全員車で来てたんでみんなバラバラです。あれケイジかな?あれケイジだよな。やばい、後ろに疲れたやべって感じで、いつも行き当たりばったりで、次どうするとか言いながら進んでますね。我々は。とにかく今日ラジオに行かないように僕らはするっていう。言ってもね、出演じゃないんで、暇なだけなんで。うちにみんな来るって言ってましたけど、まあいつも通りそんな中で誰も来ません。そんなもんです。起きた。起きた。え、行くんですか?ラジオお二人じゃ。いや、行くんですかっていうか、それ食べちゃった後にお金払ってないやつなんて一緒だから。こいつは。いや、でも普通にデパチャの試食だと思った。デパチャの試食のつもりで。食べちゃった後に行く。ライターからこいつだ。行こう行こう行こう。うざい。クッキーめっちゃ高くてもいいから行ってもらいつつもある。そのまま行くんでしょって。うん、それ一人で行ってほしいもん、やっぱり。取り巻きとかなしで。一人で行ってほしい。一番アクレックスだよ。それで来ました。あ、この人、時間も金も余裕あるんだな、みたいな。余裕あるなっていう。余裕ありすぎてちょっと遅刻気味になっちゃったのかな、みたいな。2時20分集合。せや、3時スタート。3時スタート。ルフ君、ユウ君がお金を持ってくるから。ユウ君、待たせるわけにはいかないっしょ。な、お前ら。どこ?ぶっちゃけ俺も行きたくないよ。出た。ぶっちゃけるの。出た。六本木のどこだって言ったっけ?ユウズだ。ユウズだ。周辺のクルス、まあでも重さ的に止められないんだよ。そうなんだよね。ユウズ入んないんだよ。待っててくれればいいよ。ユウズの前さ。3人乗って。ヒルズ止めれるかな。スタバ行っちゃったら僕3回目になっちゃうよ。ヒルズ止めれるわ。行こう。行くんだ。
これ真実の見えるメガネ。あっちはなんか、これ誰の？邪気が溜まってた。邪気が溜まってた。真実が見えてる。早く行こう。ちょ、やりたいこと決めといてよ。じゃ、決めとくわ。いやいやいや、六本木で。はい、結局六本木にケイジュとイオくんとリョフくんのラジオに付き合いに行きまーす。まあこうなるだろうと思ってました。で、俺の車でなぜか行きまーす。 YouTube なんすげーな、ほんとこのカメラに向かってしゃべってるってことでしょ。そうだよ、常にやばいよね、喋ることなくなるよね。俺ですら質問とかしてもらわないとマジで喋ることないもん。本当の俺出していいんだったらいけるって感じだね。毎日だよ、本当の俺出し続ける。だから本当の俺出してみて。本当の俺出していいの。回ってる台の間の回ってない台を打つのが好きですね。あのやっぱ景品ですね、最後の換金した後何景品買えるかっていうのでやっぱ人間性が見えてくるっていうか、誰のためにパチンコ打ってるのかっていうところがやっぱり。僕はですね、綿棒とティッシュを行きます。でもまた綿棒買ってきたのって言われないですか。綿棒もらったって言います。昼過ぎ。1枚あげよっか。昼過ぎいる。昼過ぎいる。ここな帰ってくんのか。間に合っちゃった。失敗しろよみたいな発言やめてもらった。ちっお前は失敗しろよみたいな発言。あ、すみません、お世話になってます。はい、お世話になってます。我々は今日も自分 YouTube 担当なんです。おはようございます。じゃあ行ってらっしゃいませ。みんな頑張るんだぞ。1時間半は話違いますね。刑事30分で終わるってずっと言ってたもんね。ほっぽり出されたね、1万円で。ちょっと何するか探します。ということで、ナイキでみんなお買い物をしました。ドニさん何買ったんですか。何も買ってないよ。ゴッツ何万。靴下そのカバン8万。一緒だ。刑事さんは。俺も靴ごそった。みんな8万ぐらい。8万買いましたね、みんな。ということで帰りまーす。ということでキャンディータウン日常でした。さよならー。